ほら、111枚40だわ。何言ってんですか、これは。うわ。三つを組み合わせることで、正方形になるという。だとすると使わない部品は ?A から D のどれだろう。三つを組み合わせることで正方形。テトリスやな。え、どういうことですか?三つを組み合わせるって。アンジェロさんかな。こんばんは。こんばんは。キャバリエール・アンジェロさん。図の4つの部品のうち、うん、初見さんかな。何ですか、図の4つの部品のうちって。この部品を組み合わせると、はいはい、正方形になりますよと。あ、あー、そういうことですね、うん、ただ3つを使え、1個いらない。そうそう、1個いらへん。あ、わかりました、うん、で、例えば数数えたら全部これ5つやな、はい、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、うん、え、初見です。あ、ありがとうございます。レイトンシリーズ、今日から。今日からね、シリーズやっております。え、ちょっと待ってくださいよ。つまり、12じゃないよ。6、え、正方形。1、2、3、4、5。正方形になる。組み合わせることで正方形になる。うん。そうやね。1、2、3、4、5。立方体になるんじゃなくてですね。私これガタガタ組み合わせて、そんな、あの立方体になるやつを、さらにはそれを組み合わせて、も正方形の立方体にするわけじゃない、ではないんだ。そうそうそう。ではない。そうそうそう。だから、テトリスってゲーム知らんし、だから組み合わせると、あ、わかりました。じゃあ、だから意味わかりました。で、すごいわかりました、意味は。B が、6個あるの、B だけ。じゃだから結局ガツンって入り込むってことでしょ、パズルみたいに。聞いて。はい、うん、はいはい、そうなんだけど、はい、B だけ6個あんのよ、はい、あとは全部5つなの、はい、だから多分 B は使うのね。あ、そうなんですね、うん、で、つまり、はい、じゃあ C を逆さまに向けるとね、3515でしょ、ガツンと入るじゃないですか、そこに。3515だと正方形ならへんから、はい、四四16にすると入るでしょ、はい、あ、そうですね。だから、A, C, D のうちの2つを使って、はい、B と合わせると 4×4 の正方形になるよと。じゃあ、いらないの D です。え ?D がいらないです。なんで?いや、わからへんよ。え?え、多分 D がいらないですよ、これ。で、このうちの、うん、これが消えるわけ。はい、そのね。はい。で、例えば、じゃあ A を入れるとすると、はい、ここに入るでしょ?はい。そうですね。うん。そうすると、じゃあそこに入れた場合はそこなんですけど、うん、そうじゃなくて、この図形が、うん、ある?あります。どれ?C。C、これ。え?ほんまや?はい。D がいらないですよ。そうやな。はい。囲めって。うん、これでどうかな?はい。ほら。ナイス。初見だ。こんな図を見せた方がいいな。カメラがせっかくあるから。あ、そうですね。消してしもたわ。というか、勘で分かるじゃないですか、勘で。勘で分かる。勘で分かりますよ、これ。きっとこれやろ、いらんの、みたいな。カンカン。何が楽勝ですや。ありがとうございます。何がこれくらい楽勝ですや。ちゃうわ。キャバリエールさんでいいのか。